かなり時間を取りました。左隅読んではいましたが、ゴール前ヘディングシュート、決まった、ゴール、ね、いやここ通されます、モドボカかな、さあクロス、あ取ってしまう、シュート取った、決まった、ゴール、絡んでもう一回ボールが戻ってきて前線へ、ここはどうだ、シュート打った、決まった、森です、決まりました、いい感じで流れた、野辺キーパーと1対1決めてしまった、森口のコーナーキックはファーストサイド左足ボレーで狙っていきましたが、ゴール前押し込んでいきました、田中中を見てクロスを送っていきます、橋本ワントラップして左足シュートが決まりました、幸恵が攻撃に加わります、荒井光いいコントロールで前に出てクロスから見事に決めていきました、福島が取り続けます、クロスが入る高橋、胸で収めて左に展開、中に入れていく、橋本がシュート、高橋純也だ、中央からニアに寄っていく、ゴールファーサイド、高橋決まりました、先制ゴール、北村中へヘディングシュート決まった、決めました、3点目、のボール石田スライディング、もう中拾って、長野、長野シュートか、ファーサイド、これが決まりました、出して延べ、さあ後ろから決まった、出ていく、諸岡前向き運ぶ、諸岡のクロス、ファーが空いている、左から橋本陸、同点、伸びけるか、さあ後ろにマイナスのボール、ミドルシュート、はい、決まりました、森です、ゆきえ、栗原シュート決まった、ボールできた、直接行くか、シュート決まった、中央3人です、ワイドに延べがいる、低いボールシュート決まった、逆転、サイドからフワットボールが入る、高橋胸でトラップ、さあシュート打てるか、体の強さを見せる、シュート決まった、ゴール、もう一度荒井光へというボールでした、サイドを変えて幸恵、折り返す、1点返しました、リクファーサイド、こぼれ球決まった、荒井光、さあ後半の入りということになりますが、前線で奪って福島、変わって入った長野翔輝、長野翔輝シュートゴール、なりました、決めていきました、森コーター、ブロック諸岡、縦に入って森コーター、栗原左に上がっている、スルーが通ればシュートチャンスになる、キーパー飛び出している、栗原イブラヒムジュニア、パスのパス、前線に選手が上がっていく、森中に入れた、シュート決まりました、シュートまで持っていけるか、森外から打ってきた、どうだ、落としたところ樋口が抜け出す、樋口持ち運びます、ファーサイド長野が上がっている、ファーサイドクロス、長野翔輝左足、ショート抜けました、樋口、大外オブ決めた、ここで旗は上がらない、キーパー出ている、さ
さあ見事な飛び出しを見せましたが、ここで直接シュートに行った、これが入るゴール樋口。ここは樋口落ち着いて決めました。グラウンダーデザインしてきた、ここで変化をつけてヘディング、中田中が上げていく、中央です、ダーシュボトケ決まりました。橋本陸のボール、ニアンで触る、田中康介のクロスはグランダー長野が収められればというところですが、セカンドボール橋本のシュートが決まりました。シュートに倒れている、左に橋本陸、橋本陸クロスボール、ヘディングは後ろから入った。